はい、今日晴海総合高校の部活でハゼ釣ってきました。ではその釣果を今から測っていきたいと思います。1匹目マハゼです。2匹目マハゼです。3匹目と4匹目マハゼ、5匹目6匹目7匹目マハゼ、8匹目もマハゼ、9匹目マハゼ、10匹目マハゼ、11匹目マハゼ、12匹目マハゼ、13匹目マハゼ、14匹目と15匹目、あ、14匹目だけマハゼ、15匹目マハゼ、16匹目マハゼ、17匹目マハゼで、マハゼは17匹でした。で、ウロハゼ、ウロハゼ1匹で、1匹で、カニが1匹ですね。はい、カニ1匹です。ということで、今日の釣果はマハゼ17匹、マハゼ17匹、ウロハゼ1匹、イシガニハテナが1匹です。で、部長の方にアクシデントがあったので、副部長を1人で全部釣るという結果となりました。では終わります。